PMS 私も悩むことが多いので、まあ、気をつけていることって言ったらできるだけ気にしないって思うようにすること、嫌なことがあったりした時にこれは別に自分が考えすぎてへこんでるとかすごい嫌なことがあったんじゃなくて生理前だからこういう気持ちになってしょうがない大丈夫って思わせるっていうことはすごい意識してます。生理前後とかで鉄分不足かなって思う時とかもあるので、プルーンの入っている飲むヨーグルトをそれは意識的に飲むようにしています。この最初のハトムギ化粧水は首とかデコルテにもつけるようとして最初お風呂上がりも朝もつけてます。一旦全体的に水を浴びたような保湿感が欲しくって大体最初に入れて、でその後に美容液成分的なものが強い化粧水を2段階で入れてるっていう感じですね。でその次に乳液をつけてます。で普段だったら他のクリームを使っているんですけど、生理前だったり生理中は肌が敏感になるのでエキナセアクリームにチェンジしてます。普段使ってるのもそんなに強いわけではないんですけど、特にこのエキナセアクリームが多分鎮静作用とかも入っていると思うので、ちょっと生理前の赤みだったりとかが出ている時にこうちょっと肌の揺らぎが落ち着くような印象になるので気に入って使ってます。まずラロッシュポゼのベースを塗っていくんですけど、生理中はちょっと肌が、ね、圧をあんまりかけたくないので今日は下味だけとちょっとコンシーラーぐらいで仕上げようかなと思います。で他の下地もあるんですけど、しっかりとカバーもしてくれる下地としてラロッシュポゼを頼っているので今日選びました。ディオールのコンシーラーで赤みを消していきます。で一旦生理の日用のベースメイクは完了で、次に眉毛、このローラメルシエの2つのテクスチャーが入っているものをずっと愛用しているんですけど、肌がうまくいかなかったら何やっても全然気分が上がらないので、なんかベースがしっかりと整った時はめちゃくちゃ嬉しいし、でもやっぱり一番こう完成したというか顔を見てちゃんと気分が上がるなって思うのはリップのタイミングですかね。なんか最近マスクであんまりリップもできてないので、やっぱりリップ塗ったら気分上がるなっていう気はします。で最後にちょっと固めのコンシーラーを使って、さっきのディオールよりはちょっと固めのものでバランスを見て、最後ちょっとニキビ跡だったりとか赤みのある箇所をさらに消していって、はい、完成になります。前髪を少し水で濡らした後このミストで跡をなくして
で軽くだけ、夜がメインなんですけど、ちょっとパサついてるなと思う時はこのオラブレックスのトリートメントを、かなりしっとりするので本当に少しだけを毛先用だけでつけます。でも本当これは集中ケアって感じなんで、夜は毎日やって朝やる時は本当にパサつきたくない時とか結構乾燥してるなっていう時だけです。でそれでドライヤーをします。これでベースができました。で簡単に済ませたい日は毛先だけ内にワンカールだけします。この顔周りのここの薄い髪の毛とかは巻いてあると可愛いので、そこだけでももう一回きちんとワンカールをしたりとか、ちょっと内側からニュアンスをつけたりします。結んだ時とかにちょっとこの辺が出たとしても、何かこう何もやってないまっすぐの髪の毛が降りるんじゃなくて、ちょっとこの癖のある感じがキープされたりするので、内側はやるようにしてます。で最後に前髪を全部持ってきて、前髪を最後ワンカール半ぐらいして取ります。でこれがまだあったかいうちにちょっとこうなじませたら、カールがきつくなりすぎずに程よく全体の髪となじんでくれるので、で髪が巻き終わったら仕上げにオイル、これも通っている美容室のオリジナルのオイルなんですけど、2プッシュぐらいして体温で温めてから毛先中心につけていきます。で毛先とさっきしっかり巻くっていうお話をしたこの内側の顔周りの毛のところはしっかりオイルをつけてニュアンスを出していきます。このアイテムはもうとにかく最初使った時からかなり気に入っていて、で生理時期以外も毎日両方使ってます。でこっちが、デリケートゾーン用の、ウォッシュ、ボディウォッシュになっていて、こっちがボディローションなんですけど、ボディウォッシュは生理前とか関わらず必ずほとんど使うようにしてます。でこっちのボディローションはできるだけ生理前後は必ず使うようにしていて、生理中のそのなんかかぶれとかかゆみっていうその悩みをこれを使い始めてから感じたことが一回もないっていうぐらい、かなり愛用できる効果がありました。生理中はまず秋冬だとトップスにスウェットを持ってくることとかすごい多くて、でなんかもちろんボトムスの気を使うと思うんですけど、まあ、ボトムスだけじゃなくてトップスにも緩さがあった方が自分が快適に過ごせる気がするので、結構トップスも選ぶのは大事かなと思ってます。にしようか、なんかスウェットをこうカジュアルに着るのも可愛いんですけど、まあ生理の日毎日がカジュアルにするわけではないし、きれいめに着ないといけない日とかもあると思うので、こうスウェットとちょっとセンタープレスのきれいめパンツとかを合わせたりっていうのも個人的には好きな組み合わせなので、それが逆に生理中の楽しみになればいいかなっていう感じはします。腕周りは決まっていつものって感じなんですけど、ピアスは本当にゴールドのフープが好きで、
どのタイプにしようかなっていう感じです。ちょっとスウェットで首周りも重いので結びます。ではバッグの中身を紹介したいと思います。これが会社用の、カードケースになります。で、あとは紙をまとめるのに使うこのヘアクリップとかも最近は持ち歩いてます。ヘアクリップかシュシュとか気分に合わせて。で、今日の服装だったらクリップかなと思ったのでクリップです。で、これが最近買ったマスクスプレーなんですけど、本当にマスクの中にするだけで気分がパッとこう爽やかになるので、生理中とかも特におすすめできるアイテムです。ウカのオイル、ネイルオイルです。で、これは生理とか関係なく毎日持ち歩いてるんですけど、特に生理の時って自分の気分上げたいタイプなので、こうネイルケアしていい香りがしたりとか、そういうところを大事にしています。で、同じくウカのハンドクリームで、最後にこちらのポーチが化粧ポーチ、メイクポーチになるんですけど、まあ、この中に生理用品も入れていたりとか、あとは持ち歩く時に必要なものとしては、あ、この時期なのでハンドジェル、アルコールのジェルだったりとか、あと撮影とかをすることが多いので、今日メイクに使っているリップに加えてもう一つリップ、リップはだいたい1日2本は最低持ち歩くようにしてます。ちょっと雰囲気を変えたい時とかに必要なので2つあったりするのと、グロースティック、艶を出すためのスティックを持ち歩いたりとかして、ちょっと急な撮影とかにも備えたりしています。ちょっと生理痛がひどかったりとか急に痛くなる時のために鎮痛剤ノーシンピュアずっと飲んでいて愛用してます。で、かなりちっちゃいんですけどギュンギュンに入れているこのザローのアスコットバッグを愛用しています。で、かなりクタッとしているので多少パンパンでも入るので、かなり使いやすくて愛用しているアイテムです。生理中のマイルールとしては無理をしない自分を甘やかすっていうところは必ずするようにしています。生理前はあんまりダイエットしてる時とかも好きな甘いものだったりとか、で、それもコンビニのものじゃなくって、ちょっとデパートの地下とかで美味しいスイーツを買っておいたりとか、なんかそういう気分を上げるもので癒しを求めていたりとか、家にいる時に好きな香りを焚いて、で、ネイルオイルだけでも好きな香りを、仕事中もデスクワークの時も好きな香りが自分で感じられるようにしていたりとか、あとは甘いものを食べるっていうところで、もう自分をとにかく甘やかして自分で自分の気分を上げるっていうのがマイルールになっているかなと思います。